疲れ様です。ウーバーから帰って今日忙しかった。いろいろラジオも撮ったし、これですね、グレーに染めた白髪じゃないグレーなんですよ。お腹減ったけど全く何もない。とりあえず帰ってきて速攻コーヒー入れて、ご飯もないし、めんどきはちょっとめんどくさいものを、もうな全く無の状態からやからちょっとめんどくさいけど、とりあえずご飯炊きます。一応ね、ここはこう測らないんで、ここの中にね炭入れてます。こんなもんでしょう。これ2合弱炊いてます。炊きます。ここは炊くときにいつも炭を入れます。こんな感じです。スイッチオン。花毛のおばちゃんのね、いつも僕間近で見てるじゃないですか。ほんまに美味しいです。美味しいし、なるほどっていうのが多いんで、今日はちょっとね、めんどくさい。とりあえずご飯炊けてからやね。ご飯炊いてる間にちょっとお風呂入ってきました。お湯沸かします。パスタ今日は一束にしますね。パスタでスパゲッティでやる焼きそばシリーズ、もうラスボスやったんですけどね、焼きそばシリーズの。あれがやっぱ美味しいんですよ。めっちゃうまいんですよ。で、ハマってもうて。で、おばちゃんのね、料理 YouTube でもよくおばちゃんがやってくれた、そば飯。あれうまいんですよ。今日はそのそば飯を、おばちゃんもやってたんちゃうかな、そのスパゲティパスタでやるそば飯、スパ飯みたいな感じですね。でそれをドライカレーで、これね、1個しかない時、めっちゃ量食べたい時とかね、めっちゃ腹減っとって、今もそうなんですけど、だからだいたいこの一つに、こんなの108円とかで売ってるでしょ。これにね、合うご飯の量ってね、僕の体格、僕からしたら少ないんですよ。だからドライカレーにしてしまって、ほな、まぶせるじゃないですか。で、そば飯も、だからスパ飯のドライカレーそば飯、なんや、それを作ろうとしています。で、そば飯にしたいから、ここはちょっと長めのスパゲティ感も楽しみたいので、そんなに切らんときますね。豚肉があるんで、豚肉でやりますね。ちょっと豚をベーコン風にちょっと細かく切ります。マーガリン、バター風味のラーメン、今ラーメン売ってないですね。豚肉を炒めて、刻んだパスタ、ここにご飯をぶっ込みます。わーっと炒めていきますね。野菜がね、ちょっと入れてないから、なんかキャベツでも引きますわ、最後に。塩コショウ。
ここで、このね、これぐらいの量やったら、多分足らないんですよ、これだけやったら。だけど、ドライカレーにして焼き込んだら、いけますね。でこういうレトルト、ね、美味しいやつあるけど、まあ、銀座カリーとか、この辺結構ちょっと安いめのね、110何ぼでとか、108円とかで売ってそうな。塩コショウで味整えて、ちょっとマーガリン落としてあげたら、だいぶね、洋食の、ほんまに洋食屋の味に変わったりしますからね。で、ドライカレーにしていきます。そば飯、ドライカレー、スパ飯。豚肉もね、いい感じにベーコンみたいになってますよ。卵をのせましょう。普通は黄身だけとかだけど、もったいないでしょ、黄身だけとか。できました。こんな感じです。見える？こんな感じ、うまそう。いただきます。が楽しみなんですよ、ね、帰ってきてちょっと手間かかりましたしね、めんどくさいんですけど、本来ならば茹でてた麺とね、ご飯炊いてて冷やご飯とかあったらぜひ。卵を潰します。ちょっと混ぜます。はーい、いただきます。絶対うまいわね、おばちゃん流スパゲッティでそば飯。今日は僕アレンジでドライカレーでしました。いただきます。うん。うまいわー。うまっ。うまっ。めちゃくちゃうまいわ。うん。うまい。うん、うまいわ。これはめちゃうまいですね。うん、うまい。うまいした言うてへん。うまい、でも美味しい。豚肉もちょっとカリカリみたいになってるね。うまいっすわ。うん、うまい。これいけるなぁ。うん、めっちゃうまいです、ほんま。ほんまにうまい。ほんまにうまいしか言うてんの、ごめんなさい。でもね、うん、これは食べることはあります。あー、めちゃめちゃうまかったです。まあ、この後ゆっくり食べますね。皆さん、ごちそうさまでした。めっちゃうまいです。